韓中国へようこそ、9月3日のニュースをお伝えします。2024年の初めから中国各地で奇妙な現象が頻発し、広く注目と議論を呼んでいます。9月1日の夜、湖南省上徳市漢樹県の減水大橋に大量の飛び虫が現れ、大雪が降ったかのように短時間で橋の上を覆い尽くし、表面が 非常に滑りやすくなり、車両が制御を失い、事故が発生しました。ネット上で拡散されている動画には、無数の虫が空中を飛び交い、走行中の車にぶつかる様子が映し出されています。路面は真っ白になり、厚く積もった虫の死骸で覆われています。動画の撮影者は、車両が虫の死骸の上を走行する際に滑りやすくなり、 ブレーキが効かないと述べています。8月28日の午後、甲州市昇山区の川の一部が突然鮮やかな赤色に変わりました。ネット上で出回っている動画には、川の水が数十メートル先で徐々に正常な色に戻る様子が映されています。29日の朝、近隣の商店の店主は、 メディアの取材に対して28日に店の前の川が突然赤くなったこのような状況は初めて見たと述べました現場付近の川岸はおよそ100メートルにわたって封鎖されています地元政府は29日の夜汚水排出の兆候はなく水質検査の結果 四類水質基準に適合していると発表しました。現在、川の水は正常に戻り、魚類の死亡は確認されていません。実際、2024年に入ってから、中国各地で川の水が赤くなる現象が頻繁に発生しています。関東省京州市で5月20日、川の一部が赤色に変わり、魚類の死亡が確認されました。 四川省アバチベット族チャン族自治州で5月30日、川の一部が異常な赤色になったことが確認され、地元住民に不安が広がりました。多くのネットユーザーはこれに対して懸念を表明しました。中にはこの現象を週末の兆しと形容する人もいました。同時に空の異変も頻繁に目撃されています。 8月18日の夕方、四川省生徒市民の王さんは病院の11階で空に7つの太陽が同時に現れる奇妙な現象を目撃しました。動画にはこれらの太陽が一列に並び、その中の一つが特に明るく輝いている様子が映っています。同日、遼寧省信用市でも空に2つの月が 出現する現象が10分間ほど続き、目撃者を驚かせました。このような空の異変は近年中国で頻繁に目撃されています。四川省水年市などで7月26日、3つの太陽が現れる奇形が報告されました。2023年と2022年にも四川省や北京市で4つ、3つ、あるいは 二つの太陽が現れることが確認されています。8月26日には河北省乾丹市のネットユーザーが雲の上を歩いているような人影を撮影しました。動画には厚い雲の上を高速で移動する巨大な人影が映されています。ネットユーザーの中には、もし本当ならその人は数十メートルの高さがあり、 その速度は飛行機並みだと冗談交じりに語る人もいました。さらに、8月29日には、北京天安門広場の上空に新機動が現れたとの報告がありました。ネット上で出回っている動画には、はっきりとはしていませんが、社内で撮影していた人々が、本当に新機動が現れたと興奮気味に叫んでいました。 これらの現象は、今年上半期にも中国各地で頻発していました。4月20日の夜、北京の空に高速で移動する発光物体が出現し、UFO と疑われる光の柱が目撃されました。1月には、北京で発光する雲状のものが高速で移動する様子が捉えられ、多くのネットユーザーがこれを UFO と考えました。 同日夜、未確認発光体が北京の開発中の空地に落下し、落下前に色を変えながら光を放ちました。3月には中国全国人民代表大会の初日未明に北京の夜空に巨大な火球が2つ出現しました。爆発して眩しい緑色の光を放ち、夜空を一瞬にして明るく照らしました。 4月15日未明には、武漢で1時間にわたって、血のように赤い空が現れました。21日の夜には、石膏省温州市の夜空が赤色に染まり、黒竜江省茶ス市では、血の日が確認されました。4月22日には、高蘇省南京市と山東省延泰市の空に、血のように赤い太陽が出現しました。 4月19日、関東省千円市では、豪雨の中で空が緑色に変わりました。その直後に一瞬で真っ黒になり、昼間が夜のようになりました。同月22日の夜には、河北省聖徳市の空が奇妙な緑色に染まりました。これらの頻発する奇異な現象に対して、ネット上では熱い議論が巻き起こっています。 これらの現象は大きな出来事の前兆ではないかと推測するネットユーザーがいれば、近年発生したこれらの奇異な現象は、過去数百年に比べてもはるかに多い、中国で天変地異のような大変動が起こるのではないかと懸念するネットユーザーもいます。これらの異変は、2024年の中国に 神秘と未知をもたらし、国民の間に不安と好奇心を巻き起こしています。科学的な説明が時に信じがたいものになることもあります。しかし、これらの現象は確かに人々の心に深い印象を残しています。皆様へのお知らせです。これから、韓中国の動画を、ンジンワールドというサイトにも掲載していくことになりました。 リンクは下の概要欄に貼ってあります。よろしければどうぞご覧ください。